ナちゃん、金子でございます。ということで、今日なんですけども、なんとですね、1000万人達成おめでとうございますということで、アサヒビールさんからですね、こちら、何やら海鮮が入っている箱をいただきました。これ事務所のマネージャーさんが持ってきてくれたんですけど、僕もこれ何が入ってるか分かりません。でもね、持った感じそこまで重くないんですよ、まあ、重さにしてどうだろうな、 2、3キロぐらい。ちょっと何が入ってるのかまず見ていきましょうか。何がいるんだい。うおー、すげえ、そういうこと。さあ、そしたら、おお、でっか。え、これってさ、カノガニだよね。カノガニだよね、これ。すげえ、カノーガニの池が入ってます。あとこれ、え、これ何これ、こんなでかい毛ガニってそういないよ。すげえでかい、これカノーガニもすごいわ。巨大毛ガニが1匹と巨大カノーガニが1匹。ちょっと重さ測ってみましょう。これ両方ともビッグサイズよ。どうやってこんなの仕入れたの。これ市場とかにいないっすよ。まず毛ガニから、これすごいよ、ほら 1.2 キロですよ。1キロオーバーの毛ガニなんていないですからね。これは嬉しい。しかもめっちゃ生きてますね。次、カノーガニ。うわ、カノーガニも 1.5 キロ。じゃあまずこのズワイガニは蒸して、でほぐし身にして、お腹空いてるんでね、今日炊き込みご飯とか作りますか。ほんで毛ガニ、これ足ちょっと生のまま取って、毛ガニの生のお刺身作りましょう。で、残りの甲羅とか足のちょっと残った部分とかは蒸しガニでいきましょう。という感じのラインナップでいきたいと思います。そして本日実食の時に一緒にいただくのはもちろん、でん、ギンゴのやつ、これは絶対合うよな。うん、楽しみですね。ちょっと蒸しにしようと思ったんですけど、あんまりにも大きくて蒸し器入んないんで、今日ボイルでいきます。で、茹で汁もちょっと炊き込みご飯に使っていきます。で、カノーガニって何かというと、石川県で水揚げされたズワイガニのオスをカノーガニと呼ぶんですよ。ほんで、それ全部が全部カノーガニって言えるわけじゃなくて、甲羅の大きさ、これが9センチ以上で、なおかつ身入りがとっても素晴らしいものに、このカノーガニのタグが付けられて、初めてカノーガニと呼べるみたい。いろいろとね、条件があるみたいですね。うん、余裕で、もう9センチどころじゃないもんな、これ。14センチありますからね。ちょっとお刺身でも食べてみたいので、ここ1本もらっときますか。1本、もう1本もらうか。ちょっと見た目は不格好になっちゃったけど。そしたら毛ガニですね。毛ガニはまあ味噌が楽しみだな。ほら、まだ生き生き。毛ガニも、あいた、よし、足をつもいで、毛ガニは3本いきますか。いや、4本いくか。では剥いていきます。まずこの黒い方を剥きます。わあ、やっぱでかいから殻が分厚いですね。シュッとできるだけ身をつけないように、こんな感じですね。はい、そしたらちょっとここら辺に切れ込みを入れます。1、2と。で、ここに2つ筋が入ってるんですよ。これを切らないように、これ切るとうまくピロピロとめくれないんでね。で、ここ2つ筋が入ったら逆側にポキンと折り曲げます。もう一回反対に戻して、そしたらこうなります。で、ピロ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 っとめくっていきます。ピロ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 っと、はい、こんな感じ。もう一度いきます。しなりのいい包丁でシュッシュッといきます。そしたらここに1、2と、でポキッと折って、ピロ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 っと、こんな感じですね。で、この赤い膜は取ります。これ赤い膜取らないと花が咲かないんでね。そしたら毛ガニですね。毛ガニも一緒ですね。ここから剥いて、で、折り曲げて、で、ここ取ります。立てて、よいしょ、こんな感じ。よし。そしたら、ここちょこちょこっと包丁入れて外します。そしたら、ここ押さえて、ピロ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 ーっとめくります。はい、こんな感じ。そしたら、ここで落として、はい、こんな感じ。ちょっと毛ガニの方がね、コツがいりますね。この毛ガニは大きいんで、めっちゃやりやすい。とにかくコツは、筋を切らないように殻をきれいに取る。そしてうまく殻を避けてめくっていくと。筋さえついてればきれいに取れますんでね。で、こうやって赤い膜はちょっともったいないかもしれないんですけど、取る。これを取るときれいに花が咲きます。それにしても、この毛ガニめちゃくちゃ物がいい。食べるのが楽しみだな。もう一回いきますね。こう入れて、立てて、ここで落とす。
筋を切らないように両サイドに包丁を入れます。折り曲げてここの殻も落としていきますよ。せーの、ピロピロ、完璧ですね。でこの赤い膜は外しますと。でこれどっちからやる問題なんですけど、これ別にどっちからでもできます。なので好きなようにこっちからやってもいいし、こっちからやってもいいと思います。この瞬間が気持ちいい。そしたら氷水を用意して、そこに日本酒をちょっと入れます。でそしたらその中にカニの身を入れていきます。毛ガニもズワイも一緒に入れていきます。これ覚えておいてくださいね。このタラーンとなってる身がこの氷水に浸ることによってすごく綺麗に花が咲きますから。はい、じゃあこれ10分ぐらい放置しておきます。そしたらお湯がいい感じに沸きましたので茹でていきましょう。茹で汁も今日使いたいのでお塩少しだけにしておきます。少し、料理の塩味って少なかった場合は後からどんだけでも足せるんですよ。多かった場合はもうどうしようもないんで、基本的に薄味で作ると失敗がないですね。で一通り綺麗に洗っておきます。まずはズワイガニ、甲羅を下にして入れていきます。次は毛ガニ、毛ガニも甲羅を下にして、そしたら蓋をして2、30分茹でていきます。はい、では10分ほど経過しました。いきますよ。先ほどのダラーンってなってた実がこのように綺麗に花が咲きましたね。こっちが毛ガニです。でズワイガニの方もほら、繊維一本一本がピーンとなってまるで花が咲いたようですね。でこのままだと水っぽいので、しっかりと水気を取って、あとはお皿に盛り付ければズワイガニと毛ガニの生刺しの完成。そろそろボイルもいい感じに茹だったんじゃないかな。さあでは開けていきましょう。オープン。いい感じに茹で上がっておりますよ。じゃあまずこちら加能ガニで、こちらが毛ガニで、少し粗熱を取ります。で今日の決め手はこの茹で汁、スープですよ。これを使っていきます。ちょっと味見してみますね。うん、ほのかにカニの香り。お鍋にペーパー敷いてこしていきます。はい、これでほんのり香りがついただけのカニだしが取れました。そしたらここに剥いたカニのだし殻を入れて、それを煮出してさらにだしを濃くしていきます。はい、では粗熱が取れたのでさばいていきましょう。まずは加能ガニからふんどしを外して、うわ味噌すごっ。ちょっと味見しますね。これここつまみ食いいただきます。うんまっ。うーわたまらん、あんまっ。これが加能ガニか。うわーブリッブリの味噌が入ってますね。そしたらエラを外して、胴の身にまだついてる味噌も甲羅に落とします。よし、まあ、味噌は味噌でまた別で食べましょう。今日のメインはこの身ですね。身の中でもこの胴の身を使っていきたい。この足は仕上げに入れる程度。そしたら胴の身は半分に渡して、カット、くちばしを外して半分にカット。そしたら胴の身を外していきます。フォークかなんかでこうやってカリ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 出していきます。できるだけ身をしっかり取っていく。どんだけ綺麗に取っても少しちょっとついちゃうんですよ。でも大丈夫です。ここからもしっかりと今回は出汁を取りますのでね、無駄なくカニの旨味をお米の釜の中に入れたいなと。そして究極のカニ釜飯を作りたいなと思います。はぁ、楽しみだな。はい、胴の身が取れました。そしたらこの殻は鍋の中に入れます。足も剥いていきます。上の殻をシュッと外して、でこのらっきょうの部分もちゃんとこうやって外して、一番細いところですね、ここもしっかりと殻を剥ぐと。一番細いところでもここまで太いですからね。でこれももう殻から全部身を取っちゃいましょう。ほらぎっしり、これですよ。でこの足も切ってこの中に入れちゃう。この足3つはちょっと家族で食べます。今日毛ガニもありますからね。そしたら毛ガニ、毛ガニも剥いていきましょう。まずは足をもいで殻を外して、この汁ですね、この汁、これも
この中入れちゃいましょう。さーっと今日は石川県産のズワイガニと北海道産の毛ガニのコラボです。で毛ガニも同じように胴のみ剥いていきます。もう剥き方は一緒ですね。半分に切って、あとは一生懸命ほじくるだけ。すごく身離れがいいな。剥いてて気持ちがいい。この一つ一つの関節がでけえ。なんかタラバガニさばいてるみて。コロって落ちる。はい、毛ガニですね。そしたらカニの身は後入れで混ぜていきます。最初から入れて炊き込んじゃうと、せっかくの美味しいカニの風味とかもったいないなと思って。さあ、いい感じに出汁が出たと思います。さーっと最後の一滴まで残さず。もう明らかに濃くなりましたね。うんまっ。これだけで完璧なカニスープができてる。塩分も少なめ、もう最高、ちょうどいい。そしたら今日3合炊きますので、だいたい 550cc ですね。多分ちょうどぐらいだと思うけどな。うん。で、まだちょっと進化させます。この規定量のお出汁に昆布、そして干し椎茸で、戻し汁も少し、これで煮出します。ちなみにこの干し椎茸は僕がテカノチャンネルで椎茸狩りで取ってきた椎茸を自宅で干して作った自家製の干し椎茸になります。で、沸騰直前で昆布だけ取り出します。そしたらこれを沸騰させます。昆布のぬめりとかが出てきますんで、これをすくって取ります。ほら、もうだいぶぬめりが出てきてる。手前に寄せてすくって取ると、このとろーっとしたこの粘りね、このぬめりがなんとなく海藻臭さがありますので、これを取る。この状態で味見をしてみて、ちょっと薄いなと感じたら、ここで煮詰めていって味を濃くしていってもいいと思います。まあでもね、完璧なんですよね。完璧ですね。はい、で最後の工程ですね。ここで干していくと、お出汁が引けました。そうしましたらライスポットに30分水につけて、30分水切りしたお米ですね、これを3合分入れます。普通に土鍋でやってもいいと思いますけど、今日は失敗の少ないライスポットで作っていきます。酒大さじ2、みりん大さじ2、醤油大さじ2、先ほど作ったカニ出汁ですね、さーっと入れます。でここに昆布を1枚入れます。そしたらセットして炊いていきます。はい、では炊き上がりましたので開けていきます。はい、うわー、うまそう。そしたらこちらを混ぜていく。うわ、めちゃくちゃいい匂いする。そしたらここにカニの身をどさっと入れます。後入れのカニの身、まずはズワイガニ、そして毛ガニ、どっさり入りました。この状態で混ぜ込んでいくと、しっかり混ぜ込んでいく。はい、こんな感じに混ぜ合わりました。そしたらこちらをお椀に盛り付けていく。はい、これでカニの炊き込みご飯の完成。で次、お刺身を盛り付けていきましょう。今日は氷で。そしたらその上にキラキラ海藻、人工海藻ですね。キラキラしててとっても綺麗。箸を2本立てて、でそこにすだれをかけます。で松の葉を敷いて、でここにズワイの足をこうやってかけていくと、こんな感じで。そしたらここに毛ガニ、向きを揃えてよいしょ。そしたら足はここら辺に突き刺しとこう。そしたら甲羅ここに置こうと思ったんですけど、でかすぎた、想定外。こういう時は大葉、そして器を置いて、でそこにポン酢入れます。で、すだち、紅タデ、食用菊を添えたら、はい、これでズワイガニと毛ガニの2種盛りの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よし、じゃあ食べていこう。できました、豪華な。こちらがカニ刺し、そしてカニの炊き込みご飯、そしてこちらカニ味噌ですね。この味噌たっぷり、こんなに入ってますからね。さすが甲羅の長さ15センチのカノオガニですね。
味噌はちょっと味が濃いので最後に置いときますか。じゃあまずはこちらのカニ刺しからいきますか。じゃあズワイの方からポン酢につけてこちらいただきます。では一口でいただきます。うまっ、やば、甘さの余韻がすごい。これ今まで食べたカニ刺しで一番うまいかも。いや、お世辞抜きで生臭みも全くない。うますぎる。次は珍しい毛ガニのお刺身、こちらもポン酢にしっかりつけていただきます。うわ、なんじゃこりゃ。言葉を失うとはこういうことかな。うまー、濃厚だわ。わ、こうつけがたい。どっちが美味しいとかは言えないね。うまいな。ちょっとこの毛ガニのこの足もここもいただきます。うまっ。こう程よい塩味がいいですよね。最高です。ではお次、こちらの炊き込みご飯いきましょうか。これカノウガニの足肉ですね。足肉をご飯と一緒にたっぷりといただきます。うわ、うん、うまっ。うわ、これやっばうまっ。完璧な仕上がりだ。カノウガニ熱することでまた全然違う香りになった。甘い。そして繊維が本当に柔らかいですね。大きいんだけど全く大味じゃない。繊維も硬くなくて口の中でほどけますね。でこの下地、ご飯の味がめちゃくちゃいい。じゃあ毛ガニもいただきます。うまっ、うん、うますぎる。衝撃を受けてます。次こちらカニ味噌ですね。贅沢にこれだけいただきます。うわ、うまっ。うん、まっ。もう体の中に入った時にうますぎて胃がびっくりしてキュルルって言いましたね。カニ味噌やべえ。さすが日本一のズワイガニと呼び声も高いカノウガニですね。これは日本の宝だよ。世界に誇れるカニですよ。うまい。こうなったらあれが飲みたい。というわけで本日はこちらのカニのフルコースときましたら、お飲み物をこちらでいきたいと思います。せーの、でん、銀のやつ。カシャ、うい音。さーっと横から入れていって、はい、ここら辺になったら立てて立てて立ててギリギリまで注いだら、よし、完璧なまでのこちら7対3ですね。いただきます。うめえ。今日は食材も朝日さんからいただいたのでより美味しく感じますわ。やっぱ銀色よ。この飲んだ瞬間の飲み応え、そして瞬時に感じるキレの良さ、これこそ辛口カーブが生み出す躍動感のあるうまさ。ほんでね、辛口って言うと苦いっていうイメージある方いると思うのですが、そうではなくて、この缶にも書いてある通り、この辛口カーブが生み出す躍動感のあるうまさ、これが辛口生なんですよ。全然苦いことないですからね。飲み応えがすごくあります。僕はね、スーパードライなんで好きなんだよ。本当に美味しい辛口。いや、からのちょっと毛ガニもう一回いきたいですね。これを、うん、まっ、やばい。そして銀色、うめえ。 YouTube やっててよかった。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は朝日さんからいただいた超巨大な毛ガニと、そしてズワイガニを使ってお刺身、そして炊き込みご飯作って食べてみましたけども、もうどちらも最高に美味しかったですね。涙が出るぐらいうまかった。この時期にあんないいカニが食べられるなんて思いませんでした。本当に朝日さんありがとうございます。こうスーパードライってちょっと辛いとか苦いとか思われがちなんですけど、そうじゃなくて飲み応えがあってキレがいいんですよ。
こう躍動感のあるうまさを辛口と表現してるんです。この缶にも辛口カーブが書かれてまして、こちらの図の方でも説明を入れておきますね。ここです。このカーブが辛口カーブ。皆さんもぜひこの辛口カーブが生み出す躍動感のあるうまさ、この味辛口ぜひ味わってみてくださいね。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。